行動行動とは指導に対する概念である。講義においては公共一般に広く供されている道路のことを指し、競技においては国や地方公共団体が指定、建設、管理する道路のことである。一般的に道路と言われると行動のことを指すことがある。似た言葉に公衆用道路がある。競技における行動は、 道路法で一般交通のように共する道と定義する次の道路のことで道路法に基づく国が指定する道路を国道、都道府県が指定する道路を都道府県道、市町村や特別区が指定する道路を市区町村道と言う。なお指定者と管理者は同じとは限らず、主要でない国道の管理を県が行ったり、政令指定都市域内の都道府県道の管理が市で、 あるなどの場合もある。また、講義における行動とは、高速道路など道路法に基づく道路だけでなく、農林水産省が指定する農道や、林道のほか、自転車道、自然歩道も行動に準ずる存在である。行動においては、道路交通法が適用され、行動にて、自動車及び原動機付き自転車を運転するには、各都道府県公安委員会の交付する。 運転免許が必要となり、運転者は運転免許証を携帯しなければならない。ありがとうございます。